3歳クラシック戦線が幕を閉じ、そして次世代クラシックへの幕が上がります。アサヒ杯フューチリティステークスのスタートです。スタートを切りました。17頭スタートの悪い馬がいますが、7番オーバンブルマイ、さあ先行争いであります。グラニットがかわしていきました。それからもう1頭プロムダスク、そして3番手にオールパルフェ、それからどんでん返し、その後ろでやりましょうか。13番鈴鹿ダブル、まもなく第3コーナー、そのうちに2番ドルチェモア、10番梅結び、それから離されましてギニア、6番ミシェラドラータ、そして外からは14番ベイベリング、競泳ブリッサが、その後ろコーパスクリスティ、これが1番人気の12番ダノンタッチダウンであります。内を通りまして西のベストワン、そしてその後ろからバグラダス、7番オーバンブルマイ、さあ果たして来年のクラシック戦線にこのレースから何頭が姿を見せるのか。ダノンタッチダウン、直線の伸び足はどうか。先頭松山とグラニット、外から何が来ているのか。ダノンタッチダウンか。さあ抜けました。オールパルフェ、間を割って黄色い帽子梅結びだ。梅結びも追い込んできた。さあ先頭はオールパルフェが2馬身リード、梅結びが2番手捉えた、かわした。梅結び、オーバンブルマイも差を詰めてきている。しかしびっくりだ、なんとなんと梅結びが1着。2着12番3着2番以上のように確定しました。3歳クラシック戦線が幕を閉じ、そして次世代クラシックへの幕が上がります。アサヒ杯フューチリティステークスのスタートです。ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。さあ何が行くのか。10番梅結びが先手を取りました。鈴鹿ダブルが追いかけます。内を通って3番オールパルフェ、プロムダスクが上がってまいりました。そしてそのうちにグラニット、それからドルチェモア、第3コーナーに向かいます。17頭、それから4番ドンデン返し、オーバンブルマイ、差が開いて11番ティニア、外を通ってコーパスクリスティ、その内からは14番ベイベリング、ダノンタッチダウンがその後ろ、それからもう1頭6番ミシェラドラータ、ちょっとばらけてきました。その外からは17番エンファサイズ、そして内からは競泳ブリッサ、その外に西のベストワン、その後ろでやりましょうか。バグラダス、さあ果たしてどの馬が今年の2歳王者の称号を手に入れるのか。黄色い帽子梅結びが先頭、外からは鈴鹿ダブル、さあ先頭は梅結びが2馬身リード、2番手にグラニット、グラニット懸命に追う梅結び先頭、そしてその後ろから各馬襲いかかってくる。ドルチェモア懸命に追った、ムチが飛んでいる。ドルチェモア1番内、梅結びが粘っている。ドルチェモアが襲いかかる、内か外か。3位はもう渾身のムチさばき、並んだところがゴール。3歳クラシック戦線が幕を閉じ、そして次世代クラシックへの幕が上がります。アサヒ杯フューチリティステークスのスタートです。アサヒ杯フューチリティステークス17頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、ものすごい先行争い、いったいった。10番梅結び先頭に立ちました。グラニット、そして3番手に2番ドルチェモアであります。プロムダスクが上がってまいりました。第3コーナーに向かいます。17頭、それからオールパルフェ、そしてその後ろからオーバンブルマイ、内を通ってドンデン返し、鈴鹿ダブル、それから離されましてティニア、ベイベリング、17番エンファサイズ、そして内からは9番西のベストワン、その外からはコーパスクリスティ、ダノンタッチダウンが並んでいます。内を通りまして1番競泳ブリッサ、さあ果たしてどの馬が今年の2歳王者の称号を手に入れるのか。
ダノンタッチダウン。直線の伸び足はどうか。差を広げた。梅結び。まだ余裕がある。ムチが飛んだ。川田とダノンタッチダウン。さあ先頭は梅結びが大きくリード。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。ダノンタッチダウン。ものすごい足。外からドルテモア。ムチが飛んでいる。ドルテモア。このまま左右まで行ってしまうのか。一番内。梅結びが粘っている。これは阪神レースになりました。内か中か外か。ゴール前大混戦になった。これは際どい。3歳クラシック戦線が幕を閉じ、そして次世代クラシックへの幕が上がります。朝日杯フューチリティステークスのスタートです。ゲートが開いた。スタートの悪い馬がいますが、13番鈴鹿ダブル、これは逃げ馬だけにちょっと痛い出遅れ。果たして先頭に行くのは。先頭に立ったのは3番オールパルフェグラニット、それからもう1頭15番フロムタスク。この辺りちょっと離れている。どんでん返し。まもなく第3コーナー内を通ってスルスルとドルチェモアが上がっていきました。そしてその後ろからオーバンブルマイ、外を通って9番西のベストワン、それからベイベリングギニア、その外13番鈴鹿ダブルミシェラドラータがかわしていきました。外を通ってコーパスクリスティです。バグラダスがその後ろ、京エイブリッサがそのうちにいます。外から1頭10番梅結びエンファサイズ。さあ果たして来年のクラシック戦線にこのレースから何頭が姿を見せるのか。ダノンタッチダウン、馬群をさばききれるかどうか。先頭松山とグラニット、間からスルスルとドルテモアが差を詰めてくる。3番手にドルテモア、先頭変わってドルテモア。ダノンタッチダウン、まだ来ないのか、まだ来れないのか。ゴーパスプリスティも差を詰めてきている。ゴーパスプリスティが差を詰めてきた。捉えた、かわした。梅結び、しかしびっくりだ。なんとなんと梅結びが1着。2着、2番、3着、16番以上のように確定しました。3歳クラシック戦線が幕を閉じ、そして次世代クラシックへの幕が上がります。朝日杯フューチリティステークスのスタートです。スタートを切りました。17頭ちょっとばらついたスタートだ。10番梅結び、それから16番コーパスクリスティ、この辺りが出遅れました。先行争いであります。先頭に立ったのは13番鈴鹿ダブルオールパルフェがかわしていきました。15番フロムダスク、外から行こうというところ。17頭が第3コーナーに向かいます。それからもう1頭8番グラニット、ドルチェモア、オーバンブルマイがその後ろ、そのうちに4番ドンベン返し、そして1番人気のダノンタッチダウン、なかなかいい感じ。6番ミシェラドラータ、残り800の標識を通過しました。まずまずのペースといったところ。その外11番ティニア、そしてその後ろからベイベリング、内を通って5番バグラダス。さあ果たしてどの馬が今年の2歳王者の称号を手に入れるのか。先頭行くのは15番フロムダスク、グラニット、懸命に追う。ダノンタッチダウン、まだ来ないのか、まだ来れないのか。内を救って緑の帽子、ダノンタッチダウンか。ここで先頭に立ったオールパルフェ、怖い馬が来た。10番梅結びだ、梅結び抜群の手応え。このまま粘れるか。オールパルフェ、この辺りで先頭に変わったか。しかしびっくりだ、なんとなんと梅結びが1着。以上のように確定しました。